静岡営業所有楽町営業所、KNT ツーリスト時代の船橋営業所、近畿日本ツーリスト個人旅行販売株式会社は、かつて存在した日本の旅行会社。東京都墨田区に本社を置き、近畿日本ツーリストグループの一社であった。2014年10月に、親会社の近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社に、吸収合併された。 1978年9月、初代の近畿日本ツーリストの海外天井業務を受託する目的で株式会社ツーリストサービスとして設立。その後、旅行業務受託と並行して商業施設などを中心に個人向け店頭販売の旅行会社として軽装備な店舗を展開してきた。2008年1月に近畿日本ツーリストが 個人旅行部門を商品企画に特化するのに伴い、近畿日本ツーリスト各支店の店頭販売部門をツーリストサービスに営業上とした。またツーリストサービスは物品販売事業を近畿日本ツーリストに上とした。これにより、近畿日本ツーリストグループにおける店頭販売専門の旅行会社になり、社名を株式会社、KNT ツーリストに変更する。また、 同時期に埼玉県の丸広百貨店の旅行事業を譲り受けている。その後、北海道、東北、中国、四国、九州の店舗をそれらの地域会社に移管したため営業エリアは関東甲信越、中部、関西地区となった。近畿日本ツーリストの事業再編に伴い2013年1月1日付で社名が 近畿日本ツーリスト個人旅行販売株式会社に変更された。また、親会社が近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社に変わった。ありがとうございます。